哔哩哔哩的朋友们，大家好，我是发展小树。ということで、ビリビリ動画でなんとチャンネルを開設することになりました。ありがとうございます。いやー、これからよろしくお願いします。どうでしたか？僕の中国語はどう聞こえているのかわからないですけど、ここのスタッフさんの反響はめちゃくちゃ良かったんで、きっと大丈夫なはずなんですけれども、ちょっと今回はですね、1本目ということで僕の自己紹介をしていきたいなっていうふうに思います。職業は声優です。声が大きいでしょ。声優はみんな声が大きいんですよ。はい、なので、僕にぴったりの職業かなと思っておりますが、いろんなね、アニメとかゲームとか吹き替え、ナレーション、いろんな仕事がやっぱ声優さんにはあって、割と日本ではもう10年ぐらいやってるんですけど、割と売れてる方です。で、自分で言うのもあれなんですけども、最近だとですね、鬼滅の刃がきっかけで中国にお邪魔させていただいて、ファンの皆さんと交流があったりとか、とても嬉しく思ってます。趣味はですね、猫を撫でること。猫をね、2匹飼ってるんですけど、とっても可愛いんですよね。もうこう、仕事から帰ってきて猫をこう撫でるたびに、この撫でる動きと一緒にストレスがもう全部こう猫のお尻から流れている。すごく素敵な時間をね、毎日過ごしてますし、最近だと双子のね、娘が生まれたので、もう娘と遊ぶことが何より楽しいですね。最近はボールプールっていうプールの中にプラスチックのボールがいっぱいこう入っているおもちゃを買いまして、そこにこう娘たちがこうわーわーってテンション高く入っていくんですけど、ボールをね、やっぱもう外にも放り投げるのが楽しくてしょうがないらしくて、ボールを投げる娘と拾う父そんな、なんか日常を送ってます。あとはゲームをするのも好きで、カメラも好きですね。猫写真を撮ったりとか、子供の写真撮ったりとか、やっぱいい写真を撮るとなんか自分がなんか芸術家になったような気になってきて、あとは何かな、趣味、そうですね、 2000 years later、 あったマスクは僕すごい好きなんですよ。いわゆるこういうマスクじゃなくて、もう顔面を全部覆うようなガスマスクだとか、割とそういうマスクを集めるのが好きで、家にそうですね、もう30個ぐらいはありますかね。だからこうマスクをしながら鏡の前に立って息をはーって吸ってる時が結構楽しいですね。そうなんですよ、それが今悩みで、仕事部屋というか自分の部屋にマスクコレクションがあるんですけど、やっぱり怖いんですよね、ちょっとパッと見子供からしたら。だからもし娘にこう見られて泣かれたら、もしかしたら処分してしまうかもしれない。最後に皆さんにチャンネル登録とENGSUB をよろしくお願いします。ビリビリ乾杯、ジードゥガンジュオオ、バイバーイ。